ガス例に j オープンスカイプロジェクトとは、漫画アニメ風の谷のナウシカに登場する。架空の乗り物メイベに触発されたハチやカズヒコ。蜂谷和彦が実際に飛行可能な数とノリのジェットグライダーの試作を試みる。プロジェクトの名称である。日本においてほとんど飛行機が作られなくなった。当時の現状に対する提言として経済合理性がなくても素人でも。 アートなら作ることができるという位置づけでの飛行機制作に挑戦したと伝えられている。蜂谷和彦が代表を務める株式会社ペットワークスと篠戸明が代表を務める飛行機メーカー有限会社オリンポスの共同プロジェクトとして開始されたが、休止期間の間に予算や作業量の負担が限界に達しつつあることを理由としてオリンポスが プロジェクトから撤退している。具体的な達成目標は、宮崎駿原作の、風の谷のナウシカの劇中に出てくる、架空の航空機、名ベの機体コンセプトを参考にしながらも、体重 50kg 程度の人一人を乗せて、実際に飛行可能な、ジェットエンジンを搭載した、パーソナルグライダーの完成であるとされている。機体は不定期に、 日本国内の各地の展覧会などで公開され、実験は YouTube などで配信されている。なお重大事故に考慮して、このプロジェクトは、八谷和彦個人及びペットワークスに責任があって、スタジオジブリ、ニバリキ、徳間書店、白宝堂などとは、関係がないと明言されている。白いガルツバサのムビオクキで、主な材質は木材及び FRP である。機体は、 胴体ポッドと内翼、外翼の両種翼から構成される。操縦者は機体の上に腹ばいになり、ピッチコントロールは体重移動で、ロール制御は体をひねることによるウェルロインで操縦する設計となっており、操縦特性はハンググライダーに近い。ハチや本人によると自分では無理だが、訓練次第では立ち乗りも可能かもしれないとコメントしている。機体は、 メイベの1、2サイズの飛行可能な模型であるフェーズ1、2分の1、サイズ模型、無動力の初級格空気であるフェーズ2、M-01 と M-02、ジェットエンジンを搭載した、フェーズ3、M-02J の4機が製作された。なお、フェーズ2と3の機体の番号につけられた、M は、メイベの頭文字である。フェーズ2以降の機体設計は4個が、 製造は、オリンポスが言った。M-02 の時点では公募した女性パイロットが操縦したこともあったが、M-02J では、パイロットは、航空局の許可の関係で、機体特性を熟知し、似た、航空機の操縦経験が問われるため、八夜のみとなっている。また、量産化や、市販の予定もない、名米1、にとも、 実機の1、2スケールのラジコン機で、全幅4メートル、機体重量16キログラム。模型用のジェットエンジンを装備している。設計の際には無病翼型の固定翼、ハンググライダースイフトが参考とされた。蜂夜による設計をもとに、カミス模型が機体を制作し、3ヶ月の製作期間を経て2003年4月7日に、利根川河川敷で初飛行。 現在は、熊本市現代美術館にコレクションされている。1期目のグライダー機で、飛行は行っていない。2004年に設計、製作を開始し、1、12.5スケールや1、5スケールの模型で、飛行試験を行った後、同年11月に、実機の製作に着手し、完成直後に2005年日本国際博覧会で、初展示された。その後、 数箇所で展示された後に解体され、主翼は分解後に M-02J の主翼の一部として、胴体ポッドは展示用の M-02 操縦シミュレーターとして再利用されている。2機目のグライダー機。空力特性の検証や操縦性の確認、また M-02J の滑空訓練機としての役割も持つ。M-01 から 設計が変更され、主翼への垂直板の追加やがる翼の角度変更が行われた。発行にはゴム柵を用いる。2006年4月21日に、明星大学のグラウンドで初飛行し、高度約3メートル、飛行距離80メートルを記録した。その後、豊頃飛行場や朝霧高原、金沢市民芸術村などで通算70回以上の 飛行を行い、高度は20メートル、飛行距離は150メートル以上にまで到達。現在は、金沢21世紀美術館にコレクションされている。ジェットエンジンを搭載した、動力機。設計はエンジンを装備すること以外は M-02 と、基本的に同一だが、サスペンションなど、降着装置周りが強化されている。2004年に、エンジンの選定を開始し、 2006年12月には機体の製作が開始された。2008年12月には燃料系が未完成の状態でロールアウト店として展示。2010年4月15日に福島スカイパークで滑走試験が行われたがエンジンに故障が発生したことで計画は約2年の休止を余儀なくされている。休止期間中に機体の改造が行われ、 エンジンは当初は、普通アビエーション、デザイン社の T-340 エンジンを装備していたが、アビエーションデザイン社が倒産していたため故障後の修理が行えず、オランダの AMT1 社製のタイタンエンジンに換装された。また、エンジン換装に合わせて低速時のふらつきを解消するために垂直板にアウトリガーを増設している。 改造後に2012年11月から12月にかけて野田市スポーツ公園で第2次滑走試験が行われた。2013年7月に航空局から試験飛行用の機体記号 JX0122 を取得野田市スポーツ公園で高度3メートルまでのジャンプ飛行試験を開始。同月に千代田区にあるアーツ千代田3331にテーマイナス02。 J の機体とそのテストフライト映像を公開している。その後、2014年から北海道滝川市にあるグライダー滑空場滝川スカイパークでジャンプ飛行試験を開始。7月27日のサマースカイフェスタ2014で公開試験飛行が行われる予定だったが、当日は豪雨のために飛行イベントは中止になった。 しかし、滝川スカイパークの滑走路及び周辺の敷地が広くて試験飛行を行うには非常に安全な環境であることが判明したため、これ以降の試験飛行はほぼすべて滝川スカイパークで実施されることとなる。2014年8月までに通算60本のジャンプ飛行試験飛行が行われ、2014年9月には第2段階の試験飛行に移行するが、 40本ほどの S 字飛行を終えた後、上周飛行を実施する直前に、離陸距離の短縮や、最大上昇率を向上し、機体の余力を上げ、上周飛行を安全にすることを目的に、エンジンの乾燥を検討。2015年に、AMT 社の2系エンジンへの乾燥作業が行われる。エンジン乾燥は、機体の重要な変更にあたるため再び第一段階の、 ジャンプ飛行試験を2015年9月から10月に30本実施した後、2016年5月から再び第2段階の試験飛行に移行した。その後、40本ほどの S 字飛行をこなし、平成28年7月31日、滝川スカイパークで初の公開飛行が複数回行われ、高度70メートル、約2から3分間の飛行に成功した。 2019年7月22日から28日に行われた世界最大規模のエアショー EAA エアベンチャーアッシュカーシュ2019に参加。日本時間7月25日には M-02J が B-25 と F-22 の間にデモフライトを行ったことをツイッターで報告した。クラウドファンディングのキャンプファイアで資金調達した。ありがとうございます。